ルイス・アロンソ・メンドーサ・ロドリゲスは、メキシコ合衆国ベラクルス州ベラクルス出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグに所属するクワダラハラ・マリアッチスの GM を務めている。2000年にアマチュアフリーエージェントでボストン・レッドソックスに入団。一 a に在籍していた2005年には7月8日にウェーバーで、 サンディエゴ・パドレスに移籍したが20日後の7月28日に再びウェイバーでレッドソックスに復帰した2006年7月30日にブライアン・コーリーとの交換トレードでテキサス・レンジャーズに移籍した2007年には9月8日の対オークランドアスレチックス戦に先発投手として MLB デビューを果たした2008年には MLB 公式戦25試合に登板。11試合で先発を任されたが、防御率が8.362まで達した。2009年には、8月14日に 3A で、ノーヒットノーランを達成したが、MLB 公式戦での登板はわずか1試合だった。2010年4月2日に、金銭トレードでカンザス式ロイヤルズに移籍した。二千十一年には、七月十八日に三 a で、 自身二度目のノーヒットノーランを達成。しかし、政府と判定された安打性の打球について、試合後に審判員が誤信を認めた。2012年には、MLB 公式戦で自己最多の30試合に登板。25試合で先発を任されると、発祥を挙げると、ともにシーズン最終登板で自身初の規定投球回到達を果たした。2013年には、 開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックの本大会に、メキシコ代表として出場。本大会の終了後に、チームへ復帰すると、MLB 公式戦15試合に登板した。しかし、2勝6敗と振るわず、11月11日付で、フリーエージェントの対象になった。その一方で、MLB のシーズン終了後には、 母国のウィンターリーグであるリーガメヒカーナデルパシフィコへ参加。所属したヤキスデ・オブレゴンのリーグ優勝によってカリビアンシリーズにも出場すると MVP に選ばれた。2013年11月12日に北海道日本ハムファイターズが面倒さとの入団契約で合意に達したことを発表した。2015年シーズン終了までの2年契約で背番号は15。 2014年にはチームの公式戦開幕4試合目であった4月1日の大福岡ソフトバンクホークス戦に先発投手として来日初登板を果たすと6回に3を1失点に抑えて公式戦初勝利を挙げた日本ハムと契約した外国人投手が NPB の一軍公式戦で初登板、初先発、初勝利を同時に記録した事例は2003年の クリス・シールバック以来12年ぶりだった。その後もシーズンを通じて一軍先発陣の一角に定着。9月11日の対ソフトバンク戦で来日後、初めての関東勝利を挙げたが、一軍公式戦全体では26試合の登板で7勝13敗と負け越した。2015年には一軍公式戦26試合に登板。 先発登板25試合で10勝8敗という成績を残したほか、6月10日の対、読売ジャイアンツ戦では、来日後初めての救援登板でホールドを記録した。このシーズンには、前述した2年契約の満了に備えて、MLB 球団のスカウトが、面倒さの登板試合を頻繁に視察。しかし、ポストシーズン中の10月24日には、 球団がメンドーサとの再契約で合意したことを発表した。2016年のレギュラーシーズンには主に先発投手として一軍公式戦23試合に登板。チームはパシフィックリーグ優勝を経てクライマックスシリーズへ進出したものの、メンドーサ自身はレギュラーシーズンで7勝8敗と負け越したことからポストシーズンで救援要因に回った。 ソフトバンクとの CS ファイナルステージでは、登板機会がなかったが、チームのステージ突破で臨んだ広島東洋カープとの、日本シリーズには2試合に登板。シリーズ2試合目の登板であった10月27日の第5戦では、2回表1四万塁のピンチで、先発投手の加藤隆之から交代すると、5回に3を無失点でしのいだ。日本シリーズに救援で登板した。 外国人投手が5イニング以上を投げて無失点に抑えた事例はシリーズ史上初めてであった。面倒さ自身は勝利投手にはなれなかったがチームは交番後に逆転勝利。第6戦で日本シリーズ制覇を決めた。2017年にはチームの主力打者で前年度パリーグ本塁打王のブランドン・レアードと共に第4回 WBC 本大会へ メキシコ代表として出場。3月9日の1次リーグ D 組、対イ,イタリア戦では、先発で4回に失点という内容ながら、メキシコ代表としてはこの大会唯一の勝利投手になった。メキシコ代表は D 組の再開で決勝ラウンドへ進めなかったため、オープン戦の終盤からは、レアードと共にチームへ再び合流している。レギュラーシーズンでは、 主に先発投手として、一軍公式戦で開幕から20試合に登板。防御率を概ね3点台にとどめていたが、打線の援護に恵まれなかったこともあって、3勝7敗にとどまった。さらに、チームは開幕から回に低迷。CS 進出の可能性がほぼ消滅した7月以降は、若手選手を積極的に起用する方針に転じた。面倒さも、 この影響で、先発登板の機会が減少。7月には9円で3試合に登板したが、先発に復帰した8月18日の対埼玉西武ライオンズ戦では、8回途中無失点の口頭で、自身89日振りの勝利を挙げた。先発登板の機会を求めて、打球団への移籍を希望し、球団も、その希望に沿って NPB にウェーバー工事を申請した結果、 8月24日付で公示された。2017年8月30日に阪神タイガースが NPB に対してウェーバー工事中の面倒さを獲得することを申請。翌31日には日本ハム球団との間で面倒さの保有権上とに関する契約が成立したことを発表した。NPB の野球協約第13章第119条。 選手契約の譲渡の適用による移籍で、背番号は75。移籍後は9月3日の対中日ドラゴンズ戦で先発投手としてセリーグ公式戦に初登板。日本ハムでの最終登板から中15日で臨んだが7回4失点という内容で敗戦投手になった。9月18日の対広島戦では前年の日本シリーズでの高騰を買われて、 先発に起用。セリーグの優勝マジック一致で甲子園に乗り込んだ広島打線を相手に5回を2失点でしのいだ。1点ビハインドでの交番後にチームが一旦同点に追いついたため、面倒さ自身に勝敗はつかなかったが、9援陣が終盤に再び勝ち越しを許した末にチームは敗戦。この敗戦によって広島のセリーグに連覇が決まった。面倒さ自身は、 二軍での調整を経て、9月29日の対、横浜戦にも先発で登板。4回4失点という内容で、黒星がついた末に、翌9月30日付で、出場選手登録を抹消され、阪神移籍後は、未勝利のままレギュラーシーズンを終えた。面倒さが阪神と契約した8月31日は、この年の CS や日本シリーズに出場するための契約期限の、 最終日でもあった。さらに、阪神が、レギュラーシーズン2位で DNA との CS、ファーストステージへ進んだため、面倒さには、日本ハム時代の前年に続いて、ポストシーズンの試合へ登板する、可能性があった。しかし実際には、メッセンジャーが、レギュラーシーズンの最終盤から、先発要員として一軍に復帰。チームも CS ファーストステージ第3戦で、 ステージ敗退が決まったため、面倒さは、ポストシーズンの試合へ登板することなく、第3戦の翌日10月18日に、メキシコへ帰国した。帰国から1ヶ月後の11月22日からは、ウィンターリーグのヤキスでオブレゴンで4シーズンぶりにプレー。DNA から派遣されていた、オ坂聡氏のチームメイトになった。その一方で、阪神への残留を希望していたが、球団は、 メッセンジャー、マルコス・マテオ、ラファエル・ドリスを残留させることを優先。さらに、リョヒコ・アオ、ディエゴ・モレのビリン・ロサリオを相次いで獲得したため、12月2日に NPB から自由契約選手として講示された。阪神での在籍期間は3ヶ月間で、球団の歴代所属投手では、最も短く、野手を含めてもヤンガービス・ソラーテに次ぐ短さである。 2018年4月17日にメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズへ入団することが発表された。背番号はロイヤルズ時代にも着用していた39で NPB 時代に対戦経験のあるルイス・クルーズとチームメイトになった。2019年にはクルーズと共に野球メキシコ代表の一員として来日すると3月9日に野球日本代表との強化試合で 先発登板。日本では、阪神からの対談以来約1年半ぶりのマウンドで、2回を投げて1失点という内容だった。4月13日にユカタンライオンズに移籍した。2020年1月31日に、プエブラ・パロッツと契約した。2020年限りで現役を引退し、2021年より、 歴史館リーグの新球団であるグアダラハラマリアッチスタの GM に就任した。ヘルトホークス、メンドーサノー、ヒッツビーズ、ハットメンドーサファールズコントロバーシャルノーヒッター、ハット KCS メンドーサネームド、MVP オブカリビアンシリーズハット、ルイスメンドーサ選手と契約合意。北海道日本ハームファイターズ。2013年11月13日閲覧。 面倒さ4案内1失点12年ぶり解挙日韓スポーツ2017年9月2日閲覧日本ハム面倒さが残留ファイターズでやり残していることがあるフルカウント2017年9月2日閲覧日本ハム高等面倒さが作った外国人初のシリーズ記録とはスポーツ放置2017年9月2日閲覧面倒ド5回に 三高級園吉コーチ絶賛、ミルマスカラスみたい。スポーツ日本。2016年10月28日閲覧。レアードメンドーサ WBC メキシコ代表正式決定。スポニチ、2017年9月2日閲覧。A5、デイビスリードメキシコズ WBC17ROSTERMLB.com2017 年12月30日閲覧。 2017ワールドベースボールクラシック一時ラウンドプールディーベネズエラ対メキシコ戦試合結果ガンホー2017年9月2日閲覧エノキドイチロー谷本放出に続く面倒さ今季途中対談報道は2016年日本1チーム解体の始まりエノキドイチローのファイターズチャンネル58ベースボールチャンネル https://www.bas.ebalchannel.jp:/npb:/37984/2017 コロンススララッッシシュュ l スラッシュスラッシュ年8月31日閲覧。ハム面動作今期途中で対談へ、出番源、国内多球団遺跡も、スポーツ日本、2017年8月31日閲覧。阪神が、 日本ハム面倒さを獲得 A4、富士球団社長、9月に向けて必要な戦力と判断。デイリースポーツ、2017年9月2日閲覧。ルイスメンドー選手の上渡契約の成立及び入団会見。阪神タイガース、2017年9月2日閲覧。ルイスメンドー投手トレードのお知らせ、北海道日本ハムファイターズ。 北海道日本ハームファイターズ2017年8月31日閲覧面倒さが阪神へ7月以降の移籍の仕組みってベースボールキング2017年9月2日閲覧2017年時点での野球協約では基本として日本シリーズの終了翌日から翌年の7月31日までを選手契約の上渡可能期間に定めているただし ウェーバー工事選手に限っては、工事日から7日以内に NPB を通じて、当該選手の契約上等申請する、レギュラーシーズン中に、複数の球団から申請があった場合には、保有権を放棄した球団と同じリーグに加盟する、球団申請期限日時点で、当該シーズンにおけるリーグ戦の勝率が、相対的に低い球団の順に申請を優先する、 申請した球団への移籍を当該選手が拒否しない、などの条件付きで、上記以外の期間での譲渡も認めている。阪神では、前年に、シーズン途中から終了まで在籍していた、サター・ホワイトに続いて、途中入団の外国人右投手がこの背番号を、つけることになった。阪神面倒さ初登板初回のピンチは、閉殺でしのぐ。日刊スポーツ。 2017年9月3日閲覧。阪神面倒さ小池切り再現や昨年日本 S で零風回答。日刊スポーツ。2017年9月18日閲覧。広島37年ぶりのリーグ連覇バティスタが決勝だなかざきが胴上げ投手。デイリースポーツ。2017年9月18日閲覧。阪神面倒さが DNA をとさかとチームメイトに 22日からメキシコ WL に参戦。フルコーンと2018年5月22日閲覧。ルイス・アランツォ・メンドザ・レグレッサ A、ヤキス・シティ・オフィシャルでロース・ヤキスで CD、オーブラ・ゴアン2017年12月30日、閲覧、阪神、メンドーが帰国途中加入も、タイガースアイアピール、楽しい時間を過ごせた。デイリースポーツ。 2017年10月18日閲覧。自由契約選手2017年度公示日本野球機構。2017年12月6日閲覧。ディアブロスデルメキシコプリセントン、エールイスアロンソメンドーサラジャーノダマヤ2018年5月22日閲覧。ディアブロス39ルイスメンドーサディアブロスローホース、デルメキシコ2018年5月22日、閲覧。 元日本ハム面倒さ2年ぶり日本登板で吉田翔さん日刊スポーツ2019年3月10日閲覧ミニアレス Y 面倒ー映画でディレクティーボス A マリアキスミレニオ2021年2月27日閲覧元日本ハム中村マサルメキシコに遺跡現地メディア報じるスポニチアネックス HTTPS www スパニッキー COJP ベースボールニュース2021 02、21記事2021 221s001173257000 chtml 2021年2月27日閲覧面倒さ疑比で来日初打点 dh セーパーでは年間数打席タイガースデイリースポーツオンライン 2017年9月10日、閲覧、ありがとうございます。